はい、皆さんおはばちは宮内ゆきです。それでは今日もポケットモンスター、ブラック2縛り実況、俺らの歌うで全てをセースですね、始めていきたいと思います。はい、今日はライモンシティの情報収集ねを引き続きやっていきます。まああなたバトルレコーダーを持っているのね。そのバトルレコーダーがあれば友達との勝負やバトルサブウェイでの勝負を記録することができるのよ。だけどこのトライアルハウスに入れるのはもっと強い人、そうチャンピオンに勝てばこことはトライアルハウスにお招きするわ。まあ、ちょっと早速門前払い食らいました。お、なんか情報収集したんだっけ。おお、初めてですね。こちらはギアステーションか失礼しました、バトルサブウェイになりますよ。ねえねえ、勝負の前の自己紹介とか勝ったり負けたりした時の気持ち教えてくれない？教えなーいバトルサブウェイとはトレーナーが強さを競う地下鉄です。はい、バトルサブウェイは全部で7路線だが、最初から乗れるのはシングル、ダブル、マルチと呼ばれるトレインだけらしいぞ。はい、まあ、またゆっくりここ来ましょう。ライモンのジムリーダー上鶴さんはファッションモデルキャットウォークを軽やかに進む様子を見たいものだわ。この右側もに行きましょうね。はい、ポーバー、お利口にしてたご褒美にまた遊園地に連れてきてもらったの。今度はワープも一緒。さあ遊園地、おーすごい。初めてのデートで何を話せば。そっか、彼だったら遊園地でもギターを鳴らしてばかり素敵、心から音楽を愛しているの。おーいいじゃん、お似合いのカップル。ピカチュウとピチュウが可愛いですね。ジェットコースターのいいところ、それは心から叫べるところね。ここにね、まあジムがシャイニングジェットコースター、元ライモンポケモンジム、そうそう、ここにあったんですよね。おー、元気のかけら嬉しいですね。ありがとうございます。ジェットコースターに観覧してどっちから楽しもうかな。おー、下は、おっ、アイテムがあります。え、あ、忘れ物、すげえ。あ、なんかこのイベント思い出したぞ、これ。あ、見知らぬ人、そう。もしもし。あ、はい、そうです。私、そのライブキャスターの持ち主です。今は古いライブキャスターから連絡しているので、音声のみでごめんなさい。拾っていただいてありがとうございました。実はすぐにでも受け取りに行きたいんですけど、私、仕事をしていまして、今受け取りに行くことができない状態なんです。よろしければ、しばらくの間、そのライブキャスターを預かってもらえないでしょうか。え、いいんですか？ありがとうございます。私はいえ、ルビって言います。あなたは、はい、ゆうきさんですね。仕事が落ち着いたら受け取りに行きますので、しばらくの間よろしくお願いします。あと、受け渡しが終わるまでこちらの状況がわからないと心配ですよね。なので、こまめにゆうきさんのライブキャスターに連絡させていただきます。ちょっとめんどくさいけど、まあいいか。はい。それでは失礼します。はい。ということですね。しばらく預かることになりました。忘れ物。はい。こっちだ。キラリキラリキラキラ、まばゆいファッションショー。親挑戦者ですか？申し訳ないですね。ジムリーダーなんですけど、ちょいと留守にしてまして。行き先は分かってるっす。この遊園地の入り口近く、ジェットコースターに乗れる建物にいるはずなんですよ。おー、ライモンシティポケモンジムリーダー、神鶴シャイニングビューティー。ピエロのマークメイクには涙マークがついているんですって。たぶんね。ピュー、かわいい。この間この遊園地にアイドルが撮影できてたの知ってる？あのテレビのバラエティに出てるアイドルだよ。収録を見てて思ったけど、ライブキャスターが好きなのね。休憩中笑顔でずっとお話ししてたよ。へー、かわいいな、このたぶんね。ジェットコースターにいるのか。じゃあこの人か。何、あなたは私の相手をしたいの？
こんな子供まで使っちゃって あいつも必死ね。よっぽど私を屋敷に連れ戻したいのね。まあ私の価値を考えればそれも当然か。いいわ、ポケモン勝負で相手してあげる。その代わりいいこと、私に負けたらすごすごと引き下がりなさいな。久々この観覧車イベント、結構好きです。大人のお姉さん、おー、レベルは24、結構高いですね。ちょっとハピネス戦闘にします。レベルをね、そろそろちょっと上げてあげないと。電気タイプ苦手なんだよな。うん、苦手っていうかもう本当かなりきついよな。ポッチャマ出します。さあ何が来る。ワタボウシか。素早さがガクッと下がりました。バブル光線ですね。特防が上がるのかな。防御と、特防かな。あ、特防か。わあ、全然効かない。やばいぞこれ。さらに充電で上げてきます。チルットも不利なんで、ほんとこれ戦いづらいんですよ。このお、素早さ下がった。いいね。お、こちらが先生です。突進か、よかった。電気技持ってないのか、よかった。あー、持ってる。ダメね、耐えた。いいぞいいぞ。オッケーイ、ケインハピナス上がりました。なかなか悪くないじゃない。ありがとう。あなた誰なの。あいつの屋敷見たこともないし、ましてや組織や病院の関係者でもないようだし、もしかしてただ勝負をしたかったの、それとも観覧車に乗りたくて話しかけてるか。そうです、そうまあいいわ、とにかく観覧車に乗りましょう。さあ早く。この音楽久々。これがシュールなんだよな、この見て。私たち人から見れば年の離れた恋人かしら。二人並んでるのはね、そのまま動かないの。そう、じっとしてて。この間が、窓の外を見てはダメ、私だけを見ていなさい。なんだこれ。面白い。ウケるね。よかった、あなたが素直な人で。少しでも動いていたら命がなかったかも。はあ？そう、私あいつの組織に狙われているの。あ、いいのよ、信じてくれなくても。人は信じたいことだけ信じて生きていくものだから。ただこれだけは聞いて、私が無事なら明日も世界は平和。そうでなければまた会えるようあなたも祈ってます。全然わけがわからないですけど、心からね。じゃあ行きますか。このジェットコースターまずコースターに乗る。次にプラットフォーム、足場ですね。そこでポイントを切り替える。時として倒した相手のコースターにも乗って進む。そうやって奥を目指す。ちょっと待って、これ回復させないとダメだな。じゃあジェットコースターイベントをもうね、情報収集もしながらなんですけれども、楽しくやっていきましょう。お疲れ様です。皆さんもね、本当お疲れ様です。いつもありがとうございます。さあ、厳しいね、暑さがこう続いてますけれども、はい、いかがお過ごしでしょうか。もうね、もう噛みまくりで、本当にもう何やってんだかって感じですけれども、はい、もういつものことなんで、暖かくね、見守っていただけたらと思います。さあ、じゃあ自転車で行きますよ。ジェットコースター乗りてえな。なんかスペースマウンテンとか、ディズニーランドの。はい、じゃあ行きますよ。まず青いとこ乗りました。これ動かないとまた移動できるんだ。カミツルさんすごいよな。普通なら改造するだけなのに新しいジムを作っちゃって。カミツルさんめっちゃすごいよな。
あ、あ、マジで。さあどうなる。さあコースが変わりまして、あ、この人は多分トレーナーだ。加速加速、どんどん速くなってこう機嫌、あれ違うな。はい、ポイント変えます。さあ来ますよ。おお、はい、ジェットコースターの乗り心地はどうだった？楽しんでるよ。コースターで鍛えたスピード、速さで君を圧倒するよ。おお、これ楽しいな。そっか、電気タイプのジム自体がね、これは非常に厳しい戦いになりそうですね。なかなか面白いバトルができそうです。チルットもポッチャマも非常にきついというで、ハピネスはやっぱバトル自体が結構大変なんで、あーレンジャーしょうがない、これはしょうがないです。ま、マイナス1個しかない。あ、でもちょっとヒューマンアイスがあるからいいのか。ニトロチャージ、よかった、全然効かない。半分ぐらいいきたいね、レベル差的に。うん、もう一回いきます。これも効かない。 OKOKOK、 最高の形ですね、これは。素晴らしいです、よかった。ジェットコースター、おお、いっぱいありがとうございます。君の戦い方はまさにエレガントでゴージャスだ、ありがとう。さあ移動します。すげえ楽しいね。おお、回復ですね。ヒューマンアイスでポッチャマのマギを直します。引き続きハピネス戦闘でいきます。ポイントを変えて、はい、調理します。おお、2人目。このジェットコースターもいよいよ大詰め。おお、マジで。私も神連れ様に鍛えられたポケモントレーナー、簡単に勝ちは譲りません。一番奥にいるのか。ほんと好きだな、ここのイベント。イベントっていうか、このジェットコースターの形もいいし、なんかほんと。はい。楽しいです。勝手に楽しんでおります。ポッチャマンチェンジですね。頑張ろう。大変だけど。充電厄介なんだよな、ほんとに。もう臨床としか、バブル光線とあと歌うとしかないですから、物理攻撃はもう全くないです。おお、え、そっか、充電してるからか。うん、危ねえ。ここは回復させます。美味しい水ですね。頑張ろう。これで素早さが、はい、ガクッと下がります。まあ、電気ショックに比べたらいいか。さあ耐えろ。うん、充電した後はさっきね高かったですけど、ダメージが下がってます。さあこれ決めたいですね。あ、よかった、こっちが先生です。素晴らしい。なんてこと、勝利をもぎ取られてしまうだなんて。あなたのような品があるトレーナーのお相手ができて、私光栄ですよ。よかった。ほんと光栄です、俺も。そんなこと言ってもらえて。ただ普通にゲームしてるだけなの。ああ、違う違う。余計なこと喋りながらやってるから。傷薬でちょっと回復させます。ポッチャマですね。さあ、待ちましょう。
まだかな、まだかな。来ました。さあ、おー、いいね。あら、もしかしてジムリーダーを探しに来たの？残念ね、ちょうど入れ替わりでジムに向かっていったわ。ここまで来た記念にこれを持ってきなさいな。おー、ありがとうございます。ジムリーダーね、ジェットコースターのスリルで無邪気になるのが好きだって。おー、俺も、もうめっちゃ好きです、こういうの。すげー。おー。このジェットコースター、ああ、そうか。さっき、同じですね。はい、じゃあ次回この続きから進んでいきます。ありがとうございました。宮内でした。